皆さんこんにちは、ワンダルルイジです。では今回はギレンモンの野望アクシズの脅威 V、 アクシズハマン編続きをプレイしていきたいと思います。すでにエウーゴを追い詰めてグラナダを残すのみとなっていますので、早速特別作戦グラナダ攻略作戦を発動します。我が軍はこれよりグラナダに対する攻略作戦を開始する。目標はエウーゴの本拠地グラナダである。エウーゴはスペースノイドの味方であると言いながら、今や完全に地球連邦の犬になり下がった。この裏切りを断じて許してはならない。犬の描き方がいいですね。みんなの戦闘に期待する。ティタンズ亡き後、ハマーンの野望に立ちはだかったエウーゴだが、その戦力の大半は長きにわたる戦いに疲れ、かつての勢いを失っていた。そして今、ハマンは満身創痍となったエウーゴに対し最終決戦を挑もうとしていた。では部隊早速送り込んでいきます。まずクイーンマンサー、これプルクローン乗ってます。まだまだねランクは低いんですけども、クイーンマンサーでしっかり功績を稼いでもらいましょう。そしてボンブラウンからはブルツー最高ガンダムマーク2に乗ってます。これも出撃させます。そしてハマーン率いる主力ですね、ここにはキャラスーンのゲーマルクとかでドーベンウフルとか多数の強モビルスーツを配備してあります。ではこれで出撃でーす。部隊数アクシズが41、エウゴが31ですね。部隊数でも上回ってますし、さらにですね、アクシズ軍の方は増援としてジャブロを攻略した部隊も残ってますので、まあ、確実に力押しで攻略できるかなと思いますので、各部隊発進していきます。クイーンマンサとかこの辺り敵部隊を、ね、集めたいかなと思いますね。あとはドーベンウルフ、ラカンダカラもいれば、あとはフルシリーズにはですね、キュベレーの量産型に乗ってもらってますので、これらも使いながらですね、まあ、確実にエウーゴを追い詰めて、いければいいかなと思いますね。ギラ動画ももうすでに、数は少ないですけども完成してます。では光線状態に入ります。まあ、強いキャラクターを強い敵に当てていくということを当然やるにせよですね、敵の戦力を確認する必要があるので、ここにカミーユがいますね。しかも今回はカミーユちゃんとモビルスーツのモードになっている。まあ当然かな。まあ、これをどう撃破するかっていうのはね、大きなポイントになると思うので、まずはカミーユにズサでしっかり攻撃を集中させていきましょう。で、そこにキュベレー、どうだろう。キャラスーンを当てたいな。キャラスーンで、カミーを落としましょう。ここにはデルタガンダムに乗ったクワトロがいますね。まあ、今更デルタガンダムというのはありますけど、クワトロ自体は強敵なので、早めに沈めておきたいと思います。まあ、この第一撃でね、しっかりカミーユやクワトロを撃破できれば、まあ、勝利は間違いないかなと思いますね。ルール化はフルアーマーレックスに乗ってましたね。まあ、どこにいたんだ今までっていうフルアーマーレックスですよね。クワトロにはプルクロン、キュベレーで攻撃止めます。まあ、いくらクワトロが強くてもデルタガンダムではというところですね。クワトロ撃破です。そしてここだ、ゲーマルクでしっかり髪をね撃墜してほしいですね。まあ、カミーユ自体は反応がすごくいいので、なかなかね、攻撃が当たらないっていうのはあるので、まあ、そこは、ニュータイプへと強化されたキャラ数のゲーマルクの
サイコミ攻撃。ほとんど当たらないな。これが、カミユの強さなんですよね。カミユを落としきれませんでした。しかもほとんど削れてない。強いな。カミユとキャラの第2回戦。まだカミユ落とせないのかな。こっからカミユに攻撃全然当たらなかったですもんね、さっきまで。ちょっとでも当たってくれれば、カミユね、落とせるっていうところまで持っていきましたけど、格闘が入るかっていうと、ちょっと入らなそうですね。強いカミユ。ただ、もうそのカミユも虫の息なので、次のターンで確実に葬り去りましょう。最後はカミユはズサのカウンター、まあ、反撃ですね。これで撃破しました。まあもうすでにね、ご覧のように、カミユ包囲している状態なので、まあ自利品だったので、まあ攻撃を仕掛けてきたのは当然の結果だったかなと思いますね。では残りの敵を相当していきます。はい。これでエウーゴは壊滅です。ネオジオンのシャアですね。ここからはシャアとの最終決戦に向けて動きを取っていきましょう。エウゴの一員として戦ったシャア・アズナブル。激戦の最中、まあ、さっきまでデルタガンダムに乗ってましたからね、シャアは。総帥として再び人々の前に姿を現した。シャアは父ジオンズム大君の理想を掲げることでネオジオンに対する民衆の支持を集め、戦力を急速に増強したのである。その勢力拡大は混迷の続く地球圏に何をもたらすのか。戦局は大きな転換点を迎えようとしていた。シャアはサイドワンスイートウォーターを本拠地として周辺エリアの制圧作戦を開始しました。我が軍は各地で敗退を重ねています。シャア、姿を消したのはこれが狙いだったのか。さて、ネオジオンのシャアですね、これと戦っていくために部隊の再配置完了してます。早速ですけども、まず地上に配備している一部の部隊ですね、これを打ち上げて地球上空、これを完全に抑えたいと思います。アルパージールも完成してますので、まあ、使っていきましょう。プルクローンをこちらに配備して、逆にハンマーハンマーには、新松永を乗せましょうか。これでね、アルパージールの強さが発揮できるかなと思いますね。では早速ネオジオンのシャアと戦っていきましょう。まずはソロモンですね。いきなり攻め込んでます。ネオジオンが16、このソロモンに攻め込んだ部隊は19あるんですが、うち1つのユニットにはハマーンが乗ってます。ハマーンはね、やっぱりここでも主力ですし、引き続きキュベレーに乗ってもらってます。では舞台進めていきましょう。で、ご紹介できてなかったんですけども、アルパージルの他にはですね、ヤクト動画、これも完成しているので、ヤクト動画と量産型キュベレですね、これ併用して使っていきます。で、少し多めに生産したので、仮にですね、まあ、撃破されてしまった場合はすかさず新しいヤクト動画を使っていこうと、まあ、そういう作戦ですね。バウだともうちょっとここだとギラ動画相手だと苦しいかもしれないですね。これも、バウから、ドーベンウルフとかね、そういう機体へと変えていってもいいかもしれません。はい、これでソロモンの制圧完了ですね。バウとジャムルフィンを
まあ、1機ずつ失いました。1ユニットずつ失いましたが、まあ、大きな損害なく圧倒できたかなと思います。このままハマーンの軍は進撃を続けます。続いて地球上空の戦いですね。これも頑張って部隊投入していきましょう。うん、サザビーらしき騎兵がいる。これは防御に徹した方が良さそうだな。このサザビーは寄ってたかってボコボコにしていくしかちょっと突破の道筋がないかなと思うので、ヤクト動画もいるしレウルーラもいるな。北京上空にいるのが敵の主力だったんだな。これ要注意ですね。しゃ、マシューマーをまずはぶつけて、いや本当に強力だなこの敵。シャアをどう倒すかっていうので、ちょっとねこの後の展開戦い方だいぶ変わってきちゃうかなと思うので、早めに一度シャアに攻撃仕掛けましょう。ダメ元で切られたらちょっと怖いですけどね。マシュマランク B ザク3回、まあ、ちょっとこれサザビーと戦うには力不足な感はありますけどね。この北京が、まあ、早速対ネオジオン戦の大きな山場となりそうですね。射撃戦でできれば撃破したい。ダメだな。こうなると今度ファンデル同士の打ち合いになりますけど、ファンデル持ってないんでこっちが一方的に切られますよね。で格闘もちょっとな、シャアには入らないですよね。逆に切られる。いやここだったか、シャアがいたのは。ここは大苦戦ポイントになりそうです。まあ倒されてもいいので倒す。はい、ちょっとねこのサザビー相手に勝ち目が、見えてきたので、なんとかここ、確かにねヤクト動画にギュネイも乗ってたりしてまだまだ油断ならない部分あるんですが、シャアだけでも落とせればまた展開も変えられるという部分あると思うので、まずはちょっとこのシャアを倒すっていうところに全力を注ぎます。サイコガンダムマーク2を失ってしまったんですけど、まあ、プル2が乗っていた、そのサイコガンダムマーク2は、ヤクト動画に乗り換えてもらって再出撃してもらいたいと思います。なので、マシュマーがシャアを倒してくれることが前提。なんとか、なんとかあと1ミリ。削ってくれ。削りましたね。マシュマーもやられてしまいましたが、シャアは仕留めました。完全な作戦にはならんと。この北京にもっと部隊を集中させる必要がありましたね。あとはギュネイのヤクト動画。まあ、これ倒す戦力残ってないので、一旦部隊引き上げましょう。増援を待ちます。では他の地域の戦いも進めていきます。ここはプルクローンがアルパージルに乗ってるエリアですね。アルパージル実は2機生産してあります。なので、まあ、そのアルパージルを使ってねどれだけ、まあ、削っていけるかっていうのはこの最初の戦いで見極めていきましょう。そうか、ギラ動画は実弾兵装なんだな。思ったよりだからアルパが攻撃食らってますね。各地で転戦してるんですが、このジャウロー上空が一番きついですね。敵の数が30、味方が13しか入ってなくて、しかも立地が悪すぎる。これは本当に苦戦しそうだな。
まずはどうだろう、上の部隊を全力で叩きに行った方がいいですね。ハンマーハンマーに乗った新松永、まだランク B ですけど、この能力なんで、こういうところがうまく機能してくれれば、まあ、勝機はあるかなと思います。あとはもうアルパージールの砲撃で、ある程度まとまった数を撃破していくっていうのを、狙っていきたいと思います。まとまった数撃破できると大きいですからね。強い、強すぎる。アルファジールの砲撃は本当に使えるぞ。これだったら勝機あるな。3倍の敵相手でも、あるいはやれるかもしれないですね。本当はね、ちょっともったいないですけどね、砲撃ここでね、どんどん撃っちゃうっていうのは。かつ回復ポイントっていうのがこのレウルーラしかないので、まあ本来だったらね、温存していきたいところなんですけども、もうここは温存って言ってる場合でもないので、いきなり全力モードで行きましょう。で、レウルーラが落とされるわけには絶対いかないので、レウルーラの周りは固めます。これで一応アルパージールは砲撃できなくなるかなと思いますね。レウルーラに一度、収納してエネルギーを補充しないと。どれくらい削ってくれるか。強い、ほんと強い。これで戦力的な劣勢は挽回できたかな。まあ、敵にもアルパージール、ネオジオンのシャアにもあると思った方がいいとは思うので、まあ気をつけたいとは思います。はい、というわけで一通りですね、各地で戦闘が始まりました。まあ劣勢になっている厳しいところもあれば、有利に戦っているところもありというところで、まあいろんな場所があるんですが、まあしっかりですね、攻略を進めていきたいなというふうに思っています。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。